はい、ではもう一回、番組のメッセージはこちらのメールアドレス fm79@fm-2ray.jp fm79@fm-2ray.jp こちらまでお願いします。今週もパーソナリティは私、吉本沖縄2期生のシーマン東馬が担当させていただきます。イエイ。そして今日はゲストはいません。今日も私一人でお送りさせていただきます。いやー、もうヒヤヒヤですよ、ヒヤヒヤ。はい、この番組始まって早いものでもうすぐ2ヶ月経ちますね。確か1月の21日からだったと思うので、あ、ちょうどあれですね、2ヶ月ですね。いやー、なかなか慣れませんね。もういつも緊張してます。緊張しいなんですかね。でも緊張感大事ですからね。緊張感がないと、仕事には緊張感がないとダメですよ。はい。で、私、まあ前にも自己紹介しましたけど、今回もしたいと思います。はい。昭和55年、1980年生まれ、なんと今年36歳になる35歳なんです。年男ですよ。皆さん、もっとフューチャーしてください。年男。年男のシーマン東馬です。よろしくお願いします。あ、北谷町在住です。北谷町に住んでます。小学校も中学校も高校も全部北谷町で出ました。北谷大好きですよ。北谷大好き人間。で、映画も大好きです。映画もよく見てますよ。今週見た映画は、インセプション。2010年のアメリカ映画です。インセプション。主演は、レオナルド・ディカプリオなんですけども、渡辺謙さんとトム・ハーディも助演で出てます。あの脇役でね、助演で出てます。はい。渡辺謙さんがかなり結構いい役っていうか、もう大きい役をもらっていて、なんか日本人として嬉しくなりますね。はい。インセプションの話このまましたいと思います。インセプションはですね、ちょっと難しい、聞き慣れない単語なんですけども、なんか人の頭の中にアイデアを生みつける、植え付けるみたいな意味らしくて、なんていうかですね、このディカプリオさん演じている主人公がですね、人の夢の中に入り込むことでアイデアを盗み取ることを生業にしている、まあ企業スパイなんですよ。企業スパイなんですが、今回はアイデアを盗み取るのではなくて、アイデアを植え付けることを依頼されます。ある企業家から、ある大企業の主から。この大企業の主っていうのが、渡辺謙さんで演じるところの役でございまして、この渡辺謙さん演じる大企業家はですね、ライバル会社を潰すために、ライバル会社の後継ぎ息子に、この企業を解体するっていうアイデアを植え付けることを依頼してくるんですね。それでこの主人公、ディカプリオが演じている主人公は夢の中に入ってこのアイデアを植え付けようとするがっていう話なんですよ。まあ、全部は言いませんけど、見てない人のために、まあ、2010年の映画なんで、もう見た人が多いと思うんですけども、まだ見てない人はツタヤかゲオに行って借りてみてください。北谷町はね、ゲオがありますし、ちょっと上の方、沖縄市の山内の近くに行けば、山内の方に行けばツタヤもあるし、またもう一軒ゲオもありますから、北谷町は借りやすいところにあると思います。借りやすい位置にゲオとツタヤがあると思います。借りてみてください、お願いします。ではですね、私もう先週はだいぶ日焼けしてたんですけども、今週はだいぶ晴れが引いてきましたよ。あのあれです、例のおもろお化け屋敷、国際通りにありますハッピーナハの沖縄おもろお化け屋敷で毎日ビラ配りしてます。呼び込みもしてます。で、なんで晴れが引いてきたかっていうと、以前はあれですよ、昼間11時から14時くらいのシフトでですね、早い時間帯で配っていたのがですね、今は夕方の時間帯に変わったので、日焼けが引いてきました。だいぶ晴れが癒されました。はい。なので痛くないです。はい。ではここで1曲聴いてもらいたいと思います。どの曲にしようかな。はい、そうですね、今日聴いてもらう曲は具志堅ファミリーの曲にしたいと思います。具志堅ファミリーの曲で今日聴いてもらう曲はどれにしようかな。ですね、はい、では天まで届く風聴いてください。どうぞ。はい、お願いします。
はい。はい。はい、聞いていただきました。具志堅ファミリーで天まで届く風でした。いい曲ですね。具志堅ファミリーの具志堅姉妹シオンさんとホタナさんと私シーマントーマは吉本沖縄の養成所で同期でございました。前にも話しましたけど、一緒にダンスのレッスンとかボイストレーニングも受けたことあるんですよ。これ私の自慢になってます。懐かしいなあ。あれがもう4年前かな。2012年の4月から2013年の3月までだから3年前ですね。3年前。2013年の3月まで一緒にレッスンを受けました。その後具志堅ファミリーは具志堅姉妹はお父さんお母さんと一緒に具志堅ファミリーとしてデビューして今日に至っております。いやー早いなー。もう3年経つんだなー。3年ですよ皆さん。3年間あったら何しますか。逆に3年間で何ができますか。3年間、3年間って言ったら中学校卒業から入学から卒業まで、高校入学から卒業まで、これも3年間ですよね。3年って言ったら結構な時間ですよ。俺3年間何してきたかな。ちょっと考えちゃいますね。3年間、中学校1年生が中学校3年生になる、もう下級生が上級生になっちゃう、それくらいの時間ですよ。3年間長いな。はい、ちょっとね感傷的になっちゃいましたけども、はい、国際映画祭今年もありますよ。先ほども言いましたが2016年、今年はですね、はい、4月の21日から4月24日まで4日間、21、22、23、24の4日間開催されることになっております。こちらもねぜひ皆さん足を運んでいただきたいんですが、映画祭にまつわる、思い出何かあったかな。去年2015年3月、そう、去年までは3月までだったんですけど、今年から4月になりました映画祭。なのでね、去年まだちょっと寒いよ、まだ肌寒いよ、海の近くだとっていう思っていた方も多かったと思うんですけども、今年からは暖かくなってますので、4月なんで暖かいので皆さんどしどし遊びに来てください。そしてですね、映画祭にまつわる思い出なんですけども、そうだな、去年の映画祭の時は僕は舞台での出番がなくてですね、お化け屋敷、国際通りのハピネハにある沖縄もろお化け屋敷、こちらで稼働しておりました。お化け役、ガイド役をやっておりました。でそうなんですけども、やっぱレッドカーペット目の前じゃないですか。国際通りでレッドカーペットだったので、目の前にあるレッドカーペット歩きたいなって思ったらですね、先輩芸人のお茶の水ダンスさん、沖縄の芸人じゃなくて東京から来ている芸人さんなんですけども、お茶の水ダンスさんっていうコンビですね、お茶の水ダンスさんの計らいでレッドカーペット一緒に歩けることになったんですよ。もう超嬉しかったです。レッドカーペットお化け役みんなで歩いて、ガオーってこうお化けらしくね、こうカメラに向かってポーズとって、超楽しかったです。やっぱレッドカーペットは楽しいですよ。皆さんもねレッドカーペット楽しいレッドカーペット楽しいんですよ。はい、まあ、レッドカーペットにまつわる思い出はこれくらいしかないんですけども、はい、じゃあ他の話します。最近のおもろお化け屋敷の話、花月の話、最近ですね。そうだな、最近は結構あったかい日が多いんですけども、夕方になるとやっぱ涼しいんですよね。寒い、ちょっと寒い。でも僕ら制服が決まっていて、紫色のかりゆしウェアが制服なんですけども、もう暖かい時は涼しくていいんですけども、ちょっとね夕方になると寒いんですよね。あと雨が降る時もあって、
でも雨が降っても呼び込みをしないわけにいかないので、僕らあのお化け屋敷で呼び込み行くとチラシ配りのことをキャラバンって呼んでるんですけども、キャラバンしないわけにいかないのでやるんですけども、もう以前は傘さしてやってました。でも傘をさしながら看板を持ったり、傘をさしながらビラを配るっていうのは結構やりにくくて、お客さんも受け取りにくかったと思うんで、最近からカッパになりましたね。カッパを着てあのビラ配りをしております。だから風邪をひく心配はなくなりました。ありがとうございます。はい、で何の話しましょうかね。うわ、やっぱり一人だとドキドキですね。うわー、ドキドキしてきた、緊張してきた。やっぱりね、一人はなかなか慣れないですよ。一人で喋ってるパーソナリティの方は本当すごいと思います。もうね、30分って言ってもね、すごく長く感じるんですよ。皆さん、あの聞いてくださってる皆さん、もう分かりますかね、この緊張、ドキドキ感、なんていうか止まっちゃうんじゃないかっていうドキドキがすごいあるんですよ。はい、だからね、人数多い方が楽しいですよ。ラジオは人数が多い方が安心できる、安心して聞ける、喋る方も安心なんですよね、人数が多い方が。はい、でも今日は一人です。シーマントーマ一人です。はい、そうだな、何しようかな。本当だったらゲストさんにどうして吉本に入ろうと思ったのかっていうこととか聞きたかったんですけども、今日いないんでね、どうしましょうかね。じゃあちょっと早いけど先に告知からします。はい、那覇市の平和通り商店街、ご存知ですね。国際通りから一歩入ったところにあります平和通り商店街、こちらでイベントをしております。イベントの名前が耳ちり坊主異聞、耳ちり坊主異聞でございます。あの有名な耳ちり坊主、あの耳を切っちゃうお坊さんの話ですね。あれをちょっとね、フューチャーした作品になってまして、どういうものかっていうと、まずハピナハの3階に来ていただいて受付をしていただきます。受付をすると何がもらえるかっていうと、あの答えを書き込む用紙と鉛筆がもらえますので、これを持ってスタートです。あの横断歩道を渡って平和通り商店街に入っていただきます。平和通り商店街のあちこち謎が隠されていますので、これを見つけていただいて謎解きをして答えを書き込んでいくと、最終的な答えに結論にたどり着けるというものになっております。ただちょっと難しいという評判を私聞いております。お子様だけじゃなくてご家族で参加した方がいいかもしれません。逆に大人だけっていうのは十分楽しめると思いますよ。なので耳ちり坊主異聞、こちらの方に行ってみてください。あ、こちら開催がですね、3月の間毎週末開催していたんですけども、あの19日からは31日までは毎日開催してます。なんと平日も開催してますんで、こちら別に今日でも明日でも行っていただいて楽しめる内容となってますよ。行ってみてください。受付時間が11時から19時までなんですけども、開催時間が11時から19時までなんですけども、最終受付は18時です。つまり夕方6時までに受付で、受付てもらって受付をしていただいて、開始してください。お願いします。はい、そして吉本沖縄のお化け屋敷からの告知、先週の土曜日3月12日からですね、あの新アトラクションマジムーの秘密の部屋が加わりました。これまでにお化け屋敷に来たことある人も新鮮な気持ちで楽しめるようになっております。マジムーの秘密の部屋、ちなみに知力の部屋、体力の部屋があります。もう文字通りですね、頭を使って、まあ、この頭脳を使って解くタイプの部屋と、体力を使って頑張るタイプの部屋と2通りありますので、どちらも楽しめると思います。どちらか選択してあるので、どちらも2回来ていただいても楽しめますよ。お願いします。そしてもう一つ、これも沖縄おもろお化け屋敷からの告知ですが、お菓子の部屋というものが始まってます。お菓子の部屋というのは何かっていうと、袋にですね、お菓子を詰められるだけ詰める、詰め放題ができる、お菓子の部屋っていうものがオープンしてまして、ただこれ注意が必要でして、チケットはですね、ハピナハの中のチケットカウンターでは売ってません。ファミリーマート、コンビニエンスストアのファミリーマートの、ファミポートという機械がファミリーマートの中にありますね。ファミポートという機械でお菓子部屋のチケットを購入していただいて、これを持ってきていただいて、ハピナーの3階の受付カウンターで引き換えていただきます。チケットを引き換えていただいて参加するという形になってますので、いきなりハピナーに来てもこちら入れないので申し訳ございませんが、気をつけてください。ファミリーマートのファミポートで購入されますようお願いいたします。はい。そして、YOEC6 期生募集の告知。
YOEC って何だろう、聞いたことないよっていうかもしれませんけども、こちら吉本沖縄エンターテイメントカレッジの略となっております。つまり吉本沖縄の養成所でございます。私シーマン東間ですとか、ゲストに来てくれたツーシーム中村、ツーシーム近所プレイングサポーター、そして、上垣さん、ハイサイ東間さん、そして、クーバヨシキ兄さん、そしてムードサンクモルトさん、こちらの方々も卒業した学校となっております。場所は那覇市の泊まりにある泊まりの中にあります。詳しいことは YOEC で検索していただきましたら出てくると思いますので、こちら見ていただくようお願いいたします。芸能コースと、スタッフコースに分かれておりまして、芸能コースは芸人を目指す方向けのコース、スタッフコースはスタッフを目指す方の、総合制作コースはスタッフを目指す方用のコースとなっております。この2つコースがありますので、希望のコースどちらにしようかなと考えた上で入学してみていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、告知は以上となりました。でここで、2曲目を聴いてみていただきたいと思います。はい、2曲目は、はい、私に残されたこの悲しみはです。どうぞ。はい、はい、お願いします。
はい。はい、はい、聞いていただきました曲は福祉県ファミリーで私に残されたこの悲しみはでした。ちょっとねしっとりした良い曲でしたね。はい、先週近所 2CM 近所が来ていた時にお話しした内容を覚えてますでしょうか。私最近通販にハマっていまして、私シーマンとは通販にハマっていまして、この注文をしたけどもなかなか届かないというお話をしたんですけども、届きましたよ、やっと。3つ注文したうちの2つ届きました。届いたのは腕時計、衣装に使う、舞台で衣装に使う黒い、腕時計と、そしてチアシード、健康食品のチアシードでございます。はい、コートはですね未だに届きません。もうねあったかくなってきちゃったんで正直いらないです、いらないですけども、メール返事来まして、もう発送してしまったので、発送したのでもうしばらくお待ちくださいという内容でございまして、返金には応じられないそうです。困りましたねもう来年まで多分出番ないと思うんですけども、出番がないってコートのね、コートの出番がないと思うんですけども、もうしょうがないですよね。買っちゃったものはしょうがない。大事に保管して来年来ますよ。はい、この健康食品のチアシードなんですけども、美味しくはないです。はい、無味無臭っていう感じですね。味が全くなくてプチプチという感触はあります。これを大さじ1杯、水でもいいんですけども、水に入れてもいいんですけども、僕は野菜ジュースに入れてます。野菜ジュースに入れてちょっとなじませてぐるぐる回してかき混ぜて、するとこのプチプチした食感がゼリーっぽい、なんかふにゅっとした感じになって、これがちょっと美味しいといえば美味しい、でも美味しくないといえば美味しくない感じなんですよでも美味しさを求めたものじゃなくて、あれですからね、健康と美のために、美しさと健康のために買ったものですから、美味しくなくていいんです、美味しくなくていいんですよ。皆さんもね、おすすめですチアシード食べていきましょう。で、ホワイトチアシードとブラックチアシードあるんですけど、僕はホワイトチアシードの方を購入してます。こっちの方が栄養価が高くて、膨張率も高い、つまりこの満腹感を得られるので、ホワイトチアシードの方がおすすめですという内容です。で、もうそろそろ終わりの時間になってきました。はい、本日私シーマントーマ一人でお送りさせていただきました、吉本二来祭。来週も聞いてくださいね。それではまた、バイバーイ。はい、ありがとうございます。じゃあマイクをオフにします。